でも乳首舐めんの嫌じゃない、おっぱぶ。知らないおっさんが舐めた乳首でしょ。なんかでもさ、お手拭きで拭いてくれるって言うじゃん、おっぱい。回転ダッシュしない？あ、いい！いいでしょ？誰かが舐める前に俺が舐める。そうそうその日、1のおっぱいにしよう。その日、早い、一番最初のおっぱいにしよう。そう、いいね、ファースト乳首は私たちが奪おう。男と一緒、一番になりたがるから。おっさんだよ、言ってること。でも5時半よりマシでしょ、早朝。まあ、だってもおっぱぶってそんな早くから開かないでしょ、絶対。多分6時とか7時とかじゃないの？うんうん。おっぱぶって行ったことないから何時開店だかわかんないんだけど。あ、出てきた。なんかね、夕方6時から翌朝1時だね、一番上のやつは。じゃあ夕方5時半集合だね。いいね。あ、でも朝から開いて行ってるところもある、全然。あ、マジか。でも朝からおっぱい舐めたくなるか？どっちがいい？朝の5時半と夕方の5時半。あの、最悪の宅だよ、それ。どっちがいい？合わせる合わせる。いや、夕方のおっぱいでしょ。だって朝おっぱい舐めてもよ、なんか変な気持ちになるわ。元気になる。その日一日元気、はつらつに過ごせるかもよ。おっぱいからエネルギーでも吸ってんのか。でもおっぱいからしか得られない栄養ってあると思う。いや、わかる。ちんちんには出せない栄養ってあるよね。